皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。静岡県の学校情報、今回は静岡県富士見中学校の体験講座のお知らせです。この富士見中学校、コロナの前は中学生を対象とした静岡県統一模試というのがありました。その試験会場として利用させていただいていました。その時ずっと私試験監督をしていたので、学校のことをよく知っています。この学校のイメージというのは、ここに書いてあるのびのびと子どもの心と学力を伸ばしてくれると、育ててくれる学校だと、こんな風に感じていました。さて、そこの体験講座ですけれど、日時令和4年10月15日の土曜日、受付が13時から、講座は13時30分から15時30分です。対象は小学校4年生から6年生までで、内容は英語と美術、この体験講座を行うことになっています。申し込みが必要で、申し込みは同校のホームページからできるので、そちらからお願いします。今回は静岡県富士見中学校の体験講座のお知らせをしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。